なんですけどね、なぜか、うん、雨降ってしまう、雨を降らす力がどうにもこうにもあるらしいです、うん、ね、うん、そうです、え、はい、はい、他に候補はありますか、候補っていうかもうなんか雨男といえばみたいな人はいますけどね、いらっしゃる、はい、他にも、他にもというかもうなんかトップブリーダーみたいな、はい、雨のトップブリーダーみたいな、はいはい、ブリーダーさんはペディグリーチャムとかあげてる感じですよ、うん、お前だよーっつってそんなんコンちゃんが、コンちゃんなんですよ、結構雨男、ああはい、すごい、うん、もう何でもかんでも、何でもかんでも、はい、過去に何かありました、まあ掘り返せばもういくらでも、いくらでも、はい、ほとんど雨がじゃあもう大事なこととか、うん、そういうなんか分岐的なことに関しての、うん、なんか行事ごとに関しては、はいはい、もう必ず雨とか雨嵐とか、うん、大雪とか、うん、もう散々です、うん、それでもいいかなと思ってます、うん、はい、もううまく付き合ってるんですか、雨と雨は嫌いじゃないです、嫌いじゃない、うん、はい、なるほどね、はい、はい、うん、じゃあこっちゃんが一番雨を降らしてるのかな、多分でダブルで来たんじゃないかなっていう、はい、ね、今日も雨降っちゃいましたけどね、はい、じゃあ次の質問で、あゆきは血の雨を降らすらしいけどね、血の雨を、あゆきは血の雨を降らす、雨を降らすという、な、帰りちゃうもんな、これ、あ、帰りちゃったんすか、なるほど、はい、皆さんはいつも血のりの服ですが、私服ではどのような格好が好きですかということですけど、皆さんの普段の服装をちょっとこの機会にお伺いしたいんですけども、じゃあこれ順番でいきましょうか、ヤイクからいきましょうか、そうですね、とデニムにブーツにとか、うん、そんな下だけ下半身のみブーツに下だけ以上なんかこう以上黒い服みたいな、黒い服みたいな、はい、そうですね、それが大体多いですね、多い、はいはい、はい、かいちゃんはどんな私服を、どんな私服、うん、どんな私服だったらいいなと思いますか、そんなこと聞かれても、え、何スカート履かないですよ、何ですか、うん、私服ですね、私服、はい、普通ですよ、普通のあんちゃんですよ、普通のあんちゃん、普通のあんちゃんがどういうイメージか、普通のあんちゃんがどういうと思うんですけど、スウェットとか好きですけどね、スウェットを着て街を歩かないですけど、はい、歩かず、え、ラフな格好がいいのかな、ラフ、ブランドで言うんですか、ブランドで言えってコンちゃんが耳元で、なるほど、耳元ではなかったですけど、はい、じゃあお好きなブランドなんか、お好きなブランド、うん、ブランド、ブランドとかヒステリックグラマーとかですね、うん、あ、やっぱブランド分かんないですけどね、本当は、はい、あんまりブランドにこだわらず、こだわります、まあこだわる、はい、はいはい、ヒステリックが、ヒステリックグラマーが多いというかほぼそうですね、ほぼ、はい、うん、知ってます？はいはい、僕に知ってます、はいはいはい、知ってます、はい、あのなんか多分経験あると思うんですけど、あの電車とかで、ああいつ同じ服着てるみたいなことあるじゃないですか、かぶってるみたいな、丸っぽかぶってるみたいなそういう時ってどうします、それは僕に振ってるんですかそういう時でどうします、俺とりあえず電車の時は車両変えますけど、なんか相手も同じ気持ちなんだろうなとか思って、特になんか ヒスとか身を引くわけですね、そうヒスとかだと一発で分かるんですよ、はいはいはい、あ、同じ服だ、そうそうそう、うん、しかもあの T
手に入りづらかった あれをあいつが着ているみたいな俺だけじゃなかったんだみたいな独占欲的ななんか、うん、なるほど、そう、はいはい、あの限定弱い、そうそうそう、限定弱いからね俺、うん、そう、そういう時ってどうしましょう、どうしたらいいですか俺って、全員お、じゃあどうしたらいいですか翔ちゃん俺、はい、ちゃん、どうします翔ちゃんなら、俺、え、僕だったですか、はい、うーん、車両買いますね、あ、そうですか、はい、はい、残念ですみんな、みんな、片っ端から、あ、じゃあムクさんどうしますか、もしムクさんと同じ身長の人がいたらどうしますか車両買いますかそれキャラ的に被るってことですか服じゃなく隣に並んでみるんじゃないですか、何がこういろいろ確かめて、確かめて細部までディティールが一緒があそうね、あ、秋はとりあえず、まあ確かめますね、何なんかこう、同じブランドのとかだとこう、なんですか、同じような柄で、実は昨年出たやつとかあるじゃないですか、まあ、とりあえず確かめて、ちょっとでも違ったら、あ、違ったと思って、まあ、正しい方が欲しいですかね、はい、コンさんどうしますか、そういう時は暴れますか、とりあえずシャリを変えるんでしょう、え、本当はシャリを変えるよ、なんでダブルな本当は変えないって、変えない、いや俺も本当は変えないって、本当は、俺は変えないって、思いっきり後ろに立って多分いると思う、間接的にペアロック負けないように、村長になりますか、うん、村長になる、村になる、だんだん規模が出る、うんうん、ヒューマンからアーやっぱ車両変えるかな、お、臆病だから、うん、尻尾巻いて退散する、うん、じゃあそのままブランドとか行ってよああ、別にブランドはこだわらないんで、とりあえず自分に合った服があまりシルエット重視で行ってるので、でもあんまり奇抜なのは好きじゃないので、モノトーンとか黒基調ですね、あんまり光ってるのとかはあんまり好まないです、村長ですからねはいはい、福井さんは、そうですね、まあ全体的に多分上から下まで全部変わったものが好きなんで、まあ色がおかしかったり形がおかしかったりするのを、まあ多分もしかしたらどこかで見かけられてることもあるのかもしれないっていう感じ、うん、モクさんたまにデカみたいな格好してるよねデカルバーンとか言いそうな格好してるよね、なんかそういうそう、事件じゃない銭形だな昔の刑事すごい偏見じゃないですか、じゃあ偏見でごめんなさいでも、はい、あ、ムクさんがデカだって思ったことを俺一回あります、あのこうポケットから手錠出してやって待てーって